で、これも同じように右で一回またいで、はい、今クロスでしたけど、とにかくどこでもドリブルしますよ。ぐらいな選手。で、これも右で一回またいで縦行ってね、はい。だから自分のリズムがあるので、そのまま行った多分結果だと思う。なるほど。使う相模原。大津がキープをする。期待がサポートに入ります。ファーサイドにガブリエル、中に大津が入っていって、前に来た、決まった。 J3 の第1号は期待。素晴らしいシュートが決まりました。相模原が先制。キープをして期待がサポートに入って、前の2人が引きつけたところ、自分で打っていきました。今シーズン富山から移ってきた期待が、途中から入った大津、福岡から大塚、クロス上げてヘディング、期待の3試合連続ゴール、1対0、0対1、相模原が先制しました。雄たけびを上げました。さあスローインは辻尾です。あっと、ゴール前、ボレーシュート、追いついた SC 相模原。やはりポイントとなったのはこの試合セットプレー。それはフリーキックでもコーナーキックでもありませんでした。さあリプレイご覧いただきましょう。いやー、見事なこの倒れ込みながらのボレーシュート。まずこの辻尾のスローインです。